違う違う違う、だいぶ海が近いから気にも留めなかった。あ、小田原メンチなんかなってる、うさぎのどら焼き屋さん、今湘南メンチになってる。帰りがここ通らなかったから。その人が手を挙げてる。高橋さん。表札出てないね。あ、分かんない。頭頂高いだって別にうちが住んでるかもしれないし。でもこの車の趣味はそんなだよ。同級生だから。61だよ。団地があるんだ。七尾団地って、これ温泉の砂窟。およそ500メートル先、右方向です。こいつ山椒。先生の持ちネタだった。じゃないよな、ここじゃないよな。ここだよここ。あの。クゲちゃん家に行くあの崩れたところのつながってる道。まもなく右方向です。その先右方向です。
あ、ここだ。ここだ。で、よもやだよね。まだどこがついてた。ここを右です。あれなの、なんでこのナビはさ、あ、ここだ、ここだ。で、よもやだよね。まだどこがついてた。ここを右です。これだって熱海駅設定してあるから。あ、うん、熱海中学校設定したと思うよ。あー、先右方向です。それじゃないよね。よく道覚えてるよ。それは折りたたみじゃないの。だから来るんじゃねえ。伊豆半島が見えるって。